はいどうもこんにちは、フィギュア大好きトイカンです。今回はですね、エッチーのが大好きな皆さんが待ちに待ってたあのフィギュアのご紹介です。アルターから発売されましたトラブルダークネスより金色の闇ナースバージョンです。いやー、改めましてエッチーの大好きです。いやー、ついにね、届いたね。これもね、去年のメガホビで見たときに、島村うずきと同じく、僕の心をぐっとこう、わしづかみにした、そんなフィギュアです。まあ、アルターブースのね、照明の当て方も抜群だったんでね、よりエッチく見えたんだけど、特に五感がね、それがね、実際どれくらいエッチいのか、じっくりとね、検証したいと思います。こちら販売価格は税抜きで 15,800円、 Amazon の方でもまだ割引価格で売られてまして、こちらはね税込みなんですが、だいたいね 15,600円くらいですかね、販売されてますね。外箱はアルターのこのシリーズ統一のデザイン、このねアルターのトラブルの箱のデザイン僕好きなんですよ。クリアパッケージでね、ちょっとこうポップでカラフルなイメージなんですよね。ではね、ちょっともう興奮も抑えきれないんで、さっさと開けていきましょう。ブリスターはこんな感じ。あのね、箱から出してブリスターの状態で見ると思ってた以上にでかいね。あのヤミちゃんは小柄だから小さいってイメージがあったんだけど、このフィギュアは大きそう。アルターのトラブルシリーズで言うとメアみたいな感じかな。ではね、ブリスターも開けていきます。あ、そうだ、針金がついてるんだよこれ、忘れてた。先に針金を外さないとね。これは台座だね。いつもと同じデザインだ。黄色で闇って書いてある。やべえ。やべえよ、ちょっと注射器が。あのね、もう毎度のことだけど、パンツがね、なんでこれいつもブリスター開けるとパンツが一番に飛び込んでくるんだよって感じなんだけど、もうね、もう俺これさ、もうこんなのコメントできないよ。もうもろじゃん。もろもろ。もうね、もろだわ。今回はちょっとこれ自粛しよう。自粛しないとこれはもうやばいレベルでしょう。いやーでもこれ、いやーすげーよすげーよ、やっぱアルターだわー、やっぱアルターだわー。あのね、これね、このピンクの、この光沢のあるピンクのナース服と、このね黄金の金色の闇ちゃんの髪の毛がね、ものすごいインパクト。これすごいよ、すごいすごい、これはやばい。いや、やっぱアルターだね。髪の毛がね、単純な黄色、金髪じゃないんだよね。これね、結構しっかりと濃い色でグラデーションが入ってるんだよね。これはね、さすがのアルターだわ。そしてこの広がり方といいね。やっぱすごいよ。ただ単にね、エッチーだけじゃないよ。うん、マジで。もうさ、普通にしててもパンツ見えるから、もうね、本来はこれ注射器をセットしてパンツがね見えなくなるわけなんだけど、このままでね持ってみると、そりゃあんたパンツ丸見えですよっていうね。しかもこれやばいな、これはこれはね、消されるかな。まあね、そしたらまた撮り直せばいいよね。それにしても素晴らしい。これはね、これはみんな買った方がいいぞ。ではね、じっくりと見ていきましょう。
本体以外の付属品はこの大きな注射器と頭にかぶるナース帽、それにカルテらしきものと台座、そして説明書。なんかね、アルターのサイトに取り付け方の説明がアップされてたね。うまく組み立てられない人はね、そちらの方も参考にしてみてください。で、まず台座、これもね、シリーズ統一のデザイン、ローマ字で闇とデカデカと書かれてます。ちなみに以前発売されたララのメイド服の台座を並べてみるとこんな感じ。このデザインね、これも好き。こういうシリーズものの中ではこの台座がね、一番好き。ポップでね、明るいんだよね。で、このでっかい注射器ね、これはね、非常によくできてるというか、大きさ的にね、本物の注射器みたい。うん。まあ、腕に刺す注射器っていうよりも、他のところに刺す注射器みたいなね。どこに刺すんだってね。で、これね、先っちょからピュって出てるのが、角度によっては、これ、ハートの形に見えるんだよね。これ、わかるかな？このピンクの液がハートマークになってるの。で、その液が出てくる注射針もね、リアルに仕上がってるね。で、さらにこれがカルテ。これもね、小さいんだけどリアルにできてるの。なんとこれね、カルテとそれを挟むクリップボードがね、きちんと分かれてるの。別パーツなの。これはね、驚きだよね。ちゃんとね、予備もついてるカルテの。これはね、親切。なくしても大丈夫。ちなみにこのカルテの人影は、これリト君でいいのかな？はい、そして台座にセットしました。もうね、人生バラ色、ピンク色、最高のヤミちゃんです。これは素晴らしい。たまんないね、これは。これはね、予想通り素晴らしい出来。まあ、デコマスの時点でもすごかったんだけどね。製品版も、デコマス通りに仕上げてきましたね。やっぱね、パッと見ね、バランスがいいのと、色がね、色が綺麗というか、ピンクとね、黄色のね、なんていうか、妖艶な雰囲気、そんなのが出てる気がする。あとね、ヤミちゃんは小柄なんで、7分の1でも小さいと思うんだけど、この大きな注射器と髪の毛の広がりでね、ボリューム感がね、かなりあるね。やっぱね、このアルターのトラブルシリーズはいいね。うん。ちなみにね、本体と注射器、それに帽子がね、マグネットでくっついてます。そこら辺もね、さすがですね。ではね、頭の方からじっくりと見ていきましょう。まずね、頭にはナースキャップをかぶってます。小さいパーツなんだけどね、塗装が綺麗。ナース服と同じ淡いピンク色で、縁がね、赤。そして同じ赤色でハートマークがあしらわれてます。もうなんか、ナース服に赤いハートマークって、エッチいよね。そしてね、ヤミちゃんのトレードマークの金色ロング。この髪の毛がね、綺麗。というかね、トラブルらしいというか、造形もそうなんだけど、毛先のね、特に前髪の尖ったシャープな造形もそうなんだけど、色だね。きちんとヤミちゃんの金髪にオレンジ色でグラデーションがかかってるの。これを見るとね、ああやっぱりトラブルらしいな、ヤミちゃんだなって思うね。このね、後ろから見るとすごいよね。放射状に丸く広がっていて、あときちんと上の方もね、ツインテで分かれててね、ピンクの髪留めもついてますね。このね、髪の毛は圧巻です。あのね、アルターのあれ思い出した、あのブラックハートじゃなくてブラック羽川。そして顔はどうだろう。これは完璧かな。これね、多分しっかりと顔に照明を当てないと前髪の影になって、ちょっとね、まぶたが重く見えるような気がする。うん。まあでも可愛いね。口がちょっと開いてるのがいいんだよね。アイプリは光沢のあるタイプ。ヤミちゃんの赤い瞳がね、綺麗。チークもほんのり乗っててね、これが色白のヤミちゃんにぴったりで、めっちゃ可愛く見える。このチークはね、重要だね。で、ボディね、エッチーボディ。まあなんといってもこのピンクのね、体にフィットしたナース服だよね。
でも意外とっていうか、ヤミちゃんはそこそこ胸もあるんだよね。まあよくリト君が揉んでたもんね。でね、その胸の膨らみ方とかもエッチんだけどね、僕ね、個人的にこの肩と腕、ここがね、好き。こう細い肩と袖の短いナース服で、そこから伸びる柔らかそうな腕ね、ここがね、僕ポイント高い。手の造形もね、よくできてる。あの指の造形もね、特にね、注射器を押さえてる方の手がね、エッチ。あと塗装もね、この光沢がかったパールが入ってる、これ、うっすらパール塗装になってるね。で、非常にいい塩梅でシャドウが吹いてあるから、エッチーのよ、これが。で、シワのつき方もね、ぴっちり感が見事に再現されててね、これもね、エッチー感を増幅させてるね。素晴らしい。さらに上半身は細いんだけど、下半身に行くにつれて太くなっていくのもね、素晴らしい。この太ももにかかるむっちり感ね。ちょっとお尻がね、髪の毛に隠れて見えづらいんだけど、これね、後ろから見てもかなりエッチーと思うよ。で、この下半身だけ見ると大人だね。太ももに巻いてあるベルトとか、あとこのピンクの靴ね、このピカピカの靴。特にこの左足の方なんかは、こう膝を曲げているからね、足首もこうグイッと曲がっててね、これがまたエッチーんだわ。さらに逆から見てもエッチー。こっちから見るとね、よりなんていうの、足を広げてる感が感じられるの。もうね、たまんないっす。で、最後にね、注射器から外した状態で、こんな感じでね、マグネットなんて簡単に取り外しできます。取り付けもね、簡単。で、パンツはね、プレーンなパンツ、白でうっすらとピンクのシャドウがかかってる感じ。あのね、ポージングがエッチんだよね、この状態だと。なんかね、おしっこしてるみたいなんだよね。やばい。もうダメ。限界です。はい、ということで、とてもエッチー、金色の闇、ナースバージョンのレビューは以上となります。いやー、興奮したね。やっぱアルタすごいね。トラブルって他メーカーでもいっぱい出てるんだけど、やっぱね、このアルタのが好きなんだよな。あとね、マックスファクトリーのもいいんだけどね。あの、ランジェリーシリーズの。でもね、このアルターのも最高なんだよね。あの、クオリティ的にはね、再販が決まったメア、黒崎メアと同じくらい素晴らしい。ちなみにね、この黒崎メアもかなりのハイクオリティです。並べて飾ってみるとこんな感じ。相性いいよね、この二人は。ただね、並べてみるとわかるんだけど、闇がね、結構大きいんだよね。で、さらに仲のいいみかんを並べるとこんな感じ。僕はね、すくみずのみかんよりもこっちの方が好きなんでね、並べて飾るならこっちの方かな。まあトラブルもね、アニメが終わってだいぶ経つけど、フィギュア人気の方はね、終わらないよね。アルターからもまだまだ出てくるし、あのモモのベビードールのやつとかね、あとはメアとみかんの再販もあるしね。あとホビージャパンからもね、ネメシスの予約も始まったからね。このヤミちゃんと並べるのも悪くないかも。で、次のアルターなんですが、僕の購入予定ではあのシドンかな、 SAO の。もしかしたらカナンちゃんの方が先に来るかもだけど、サンシャインのね。でもまあどっちもね、楽しみだよね。またね、そちらも届いたらね、開封レビューしますので、よかったらまた見てくださいね。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録、高評価、ポチポチとお願いいたします。あとコメントなんかも気軽にしてくださいね。では、またフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。